夢ラジオ第4871回、今日は令和5年4月8日土曜日です。時刻は午後4時、横浜港北土曜の午後となりました。空に雲出てきましたね。今日は久しぶりに午後緑道走りに行きましたが、久しぶりに走ったのでやっぱり歩いたという情けないランニングとなりました。やっぱりちゃんと走ろうと思えば継続してないとすぐにペースが落ちてしまいますね。これからは新緑の風香る季節、ランニング頑張ろうと思っています。さて、4871回目の夢ラジオ、今回は48棟は翼の塔を切ってよかった、こんなタイトルでお話ししましょう。48棟は翼の塔を切ってよかった。48棟が翼の塔を切った、これは先週のことですね。そして翼の塔の代表であった黒川幹事長に幹事長職を降りてもらった、これが良くなかったという声が全く出ない、あるいは翼の塔が出ていって寂しいという声も全く出ない、まあ、出ないどころかやれやれとほっとしたと、そういう気持ちが48棟に広がっていますね。思えば、まあ、諸派党構想の仲間ということで、立花も浜田も、翼の党の面々の、まあ、常軌を逸した行動に、まあ、目をつぶり、まあ、ある意味では、立花なんかそれを煽ってたとこありましたよね。とはいえ、まあ、翼の塔の参政党への妨害、あるいはさまざまな宗教団体に対する憲法違反のデモ、まあ、こういったものがもう積み重なっていくにつけ、許容できなくなった誰もが眉をしかめる、そういう者たちが翼の塔、こんな風になり果ててしまいました。この夢ラジオを聞いてらっしゃる翼の塔の方、もしいらしたらどう思いになりますかね。こう言われて、もうほとんどヤクザやチンピラと変わんないような物言いをしていたでしょ、突撃して。あれで支持が得られますか。あれで人気出ると思いますか。全く逆効果で、ちょうど立花言ってたように、君らがいるとまともな人が寄りつかない、まさにその通りですよ。で、翼の塔は邪魔です、出て行ってくださいと立花が大きい声で言った時、あの場にいたみんながほっとしたんじゃないでしょうか。そして黒川が駐座する時、バイバイと、もう帰ってくるなと立花が言った時にも、これでよかったと。ですから浜田議員なんかも、黒川さんに渡していた参議院会館の入館書はもう一刻も早く返してほしいと、そんな素振りでしたね。そうなんですよ。まあ諸派党構想を言い出したのが立花で、まあ黒川さんもそれなりに頑張っていた面はありましたが、もう途中からおかしくなって、それこそ、まあ、常識も超え、良識も超え、そして半分反射みたいな、そんな言葉遣いをするような者たちになり果て、その悪影響が今も参政党の演説会にやってくる、もう翼の党のものかどうかもわからない、おい神やみたいな、早くやれよとかっていうやってでしょう、あれにもう
つながっていってるんだ。おお、いいぞと、翼の塔のあの妨害行為面白いぞと、俺もやってみようぜと。そんな悪影響まで及ぼしてしまった。これ翼の塔の関係者もし聞いてたらどう思いますか。こう言われて、48塔は翼の塔を切ってよかった。そしてこの大津前当主をめぐるごたごたにも、この翼の塔の影というんでしょうか、それがなんとなく見え隠れするんですが、どうでしょうか。大津さんもなんかことあるごとに黒川元幹事長への感謝の気持ちをまあ表していますね。ところが確かに黒川さんは大津さんを助けただろうし、そして他の女の子に対するいろんなあの援助とか助言というのもしていたかもしれないけど、そもそも今回のごたごたが起きたのはやっぱり黒川さん の、 あの資金パーティー、そしてその資金パーティーにおけるその N 党あるいは48党の方針を無視した開催の仕方、そこにあった。ですから今大津さんは黒川さんに世話になったっぽいことを今言ってはいけないというか、反省してるんだったら、あの黒川さんと共に立場さんに対してこれまでの方針にそぐわなかったことはあの反省いたしますと、で党首も辞任いたしますと、あのただ訂正したで済まない、いやその通りだと思いますね。立場が言ってたあの訂正するでは済まんぞっていう、あれは黒川さんに対しても大津さんに対しても十分に当てはまることだったと思います。だから新しい代表の斉藤さんがもう大津さんや大津さんに対してこれ以上かばうのも立花さんやめましょうよということをみんなが言っても、立花がかばい続けていたというのは大体その通りだったと私も見ております。黒川元幹事長、そして翼の党の面々のあの、まあ、下品なパフォーマンスにそれでもそれなりの意味合いがあったのは、やっぱ国政政党の幹事長だったから、黒川さんがね、その意味が大きい。けれどそれを続けるためには命綱はもうただ一つ、立花さんからの信頼、これだったはずなんですよ。どんなハメ外しても立花さんからの信頼だけはあのなくしてはいかんと。だからコミュニケーションを密にとって、立花さんとは細かいところでも一つ一つこれやっていいか、これはやってはいけないかということをいつも考え、そしてこれが立花さんの日頃言ってることに合うか合わないかっていうのを吟味して、それでハメ外すんだったらまあそれはそれで一つの個性かもしれませんが、あの政治資金パーティーやりましょうというあの動画は、私が48党の外部にいる私が見ても、あこれまずいぞと、今まで言ってることと全然違うよねと。で案の定あの立花さんが激怒して、ですからもう虎の尾を踏んじゃったというか、やっちゃいけないことをやっちゃったというか、だからああいう資金パーティーの話はもう細かいところまで詰めに詰めて、というよりやらない方が良かったんだよね、これやばいぞと。しかもあの黒川大津のご両人ともあの動画の中で、今までの48党の方針に反するのですがと断り入れてますよね。分かってんですよ、お二人とも。だから立花があの記者会見でも言っていたように、もし選挙に出る女の子がお金に困ってるんだったら、その受かった暁にはあの歳費が入るんだから、お給料が入るんだから、それをまあ担保にして、その受かる前に貸し付けするということもできると。貸し付けじゃなかったら贈与すると、ね、もう100万円あげますと、200万円あげますと、頑張ってくださいと。そしてその代わり受かったなら倍返しお願いします、こういう方法もあるんだと。どうしてあの参政党みたいな政治資金パーティーやるんだと。これまで NHK 党は参政党の政治資金パーティーを散々批判し、
それは黒川もやってたはずなんですよ。で、参政党と似たようなことをやり始めた。それは立花が黙ってるわけありませんよ。まあ、ヤクザみたいな翼の党、これを切ったということは48党にとっても朗報で、やれやれと。そして大津さんがその翼の党の面々と未だそれなりのなんていうかつながりを持って行動してるんだったら、当然立花がもう大津さんに対して嘘つき女とかバカ女とかそんな言葉遣いをし始めても、まあやむを得ないかなとは思いますね。NHK 党、そして48党は、まあ自由を重んじる、そういう政党ではあったけれど、もう翼の党の面々がやっていた行動は、その自由のノリを超えてはいましたね。切ってよかったと思います。そしてよほど反省し、そして新しくやり直さない限り、誰ももう翼の党のこれからの言動に、注目もしなければ評価もしないと思います。だから本当は自己反省しなきゃいけないのに、黒川さんとかはもうすでにちょっと前まで一緒にいた48と、そして立花さんの悪口ばっかり言い始めてますね。これがダメなんですよ。これが翼の党の本質なんですよ。48と、まあ翼の党というお荷物な部分、それをとりあえず切って、そして新しいスタート、そこでのお手並み拝見、もう大津さんもいない男ばっかりの執行部、今回選挙でどなたか女子が政治家になれば、その方の中から再び幹部を登用する、そういう形になっていくでしょう。イメラジオ、今回は48党の話でした。ありがとうございました。雨が降り始めましたね。